株の新たな商品開発と新商品普及に向けた取り組みについて、発表は JA 東京未来清瀬施設園芸研究会株部会田中忠夫さんです。よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました JA 東京未来清瀬施設園芸研究会株部会の田中忠夫です。よろしくお願いいたします。当研究会では現在ほうれん草、小松菜、カブ、水菜、大根、ホームページ運営部会がそれぞれに研究を重ね活動しています。今回私たちが行った研究は、株の新たな商品開発とその新商品普及に向けた取り組みです。まず研究室として、株の新たな商品開発を発表させていただきます。清瀬市の小株の栽培面積は9ヘクタールあり、年々減少傾向にありますが、市場出荷農家から直売農家まで幅広く栽培されています。また東京の市場では春や秋冬は関東の小株が大半を占めていますが、夏場の小株は東北産が増えています。小株栽培農家としては気温の上昇する季節に東北産と勝負しても品質価格面で劣るため、他の作物への転換を余儀なくされてきました。この夏場の小株の栽培の問題点を打開するため、部会員同士で話し合い、葉物感覚で食べられるミニ小株を商品として出荷してはどうかという提案がありました。そこで商品化に向けての企画や栽培方法の検討、ミニ小株に適する品種の選定などを行いました。ミニ小株を商品化といっても、株には生育期間中さまざまな大きさの株ができます。一体どれぐらいの大きさにするか全く見当がつかなかったので、いろいろな大きさで企画検討し、同時に出荷形態も検討しました。S サイズの大きさを長方形の F 字袋に入れてみましたが、通常の S サイズと差別化が難しいということで不採用にしました。直径が1から2センチのすごく小さい株をほうれん草マットで使う三角の F 字袋に入れてみました。葉っぱが生き生きしてバランスが良く美味しそうに見えるので、この形で方向性が決まりました。次に企画の検討を行いました。三角の FG 部門に入れることを前提に、葉や根の大きさなどを検討した結果、葉の長さは25センチ前後、根の直径は15ミリ前後、そして一袋の重さは200グラム程度ということになりました。次に栽培方法の検討を行いました。通常、小株の栽培では、上間15センチ、株間10センチ程度の最速密度ですが、ミニ小株ということで、通常より狭くして試験しました。最速密度を参考で比較した結果、15センチ ×5 センチが最も葉と根のバランスが良く、収量性も良いという結果になりました。次にこの商品に名前を付けることにしました。株を英語でターミと言います。ミニ小株を葉っぱも美味しく食べられるということから、ターミとタを葉っぱの葉に変えてハーミと命名いたしました。ハーミの特徴としましては、1. 栄養価が高く、葉っぱも柔らかく美味しい。
2、栽培期間が短いので低農薬栽培で安心。3、和風洋風中華などあらゆる料理に幅広く使えます。次に、ハーミットの規格に適する品質選定を行いました。箸は8月27日、調査が9月20日で、上間15センチ、額間5センチの一粒巻きで8品種を比較検討しました。通常よりかなり早い生育段階で収穫するため、生育初期から地下部が肥大し、葉の数が多く、葉の色の濃い品種が求められました。こちらは調査結果をグラフにしたものです。葉の色、浮きの強さ、地詰まりなどを比較、検討しました。その結果、今回の検討会では、キラリの夢が最も有望であるという結果になりました。